さてね、このギア音台を買いまして、私まだ3日ぐらいしか経ってないんですけど、でこの2日間ちょっと使ってみてね、もうすでに結論が出てますので話をしてみようかなと思うんですよね。でまあもっと使ってみて感じたことっていうのはまたすると思いますけど、まあとりあえずはファーストインプレッションじゃないですけど、まあ使ってみた感想ですね。で私の写真の最近の撮り方っていうのはスナップ写真から風景に映っていって、かっちり構図を決めて撮りたいなって言ってやってるんですよね。で今回この2日間は単焦点レンズだったから、そのズームに関しての構図決めはしてなかったんですけど、まあ自分で体で持っていって自分が感じた目線のところにカメラを移動して傾きを調整して、で横に振って最後固定してシャッターを押すっていうね、写真の撮り方をしたんですよね。でそういう使い方をする人はこのギア音台でいいなと思います。逆にこれの方がいいですね。私スリーウェイ音台ももちろん使ってるんですけど、あの振り幅が広いですよね。このシャフトがついてるからね、棒がついてるから。で例えば大きく構図を振るとか、例えば、まあ、分かりやすく言うと電車が来るとかですね、バシャ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 連射するとか、鳥を撮るとかっていう人は、まあ当然こういうねスリーウェイ音台もしくはビデオ音台ですね、でそういうので振り回すっていうのがおそらくいいと思うんで、これでその電車をかけるっていうのはなかなか、まあ、難しくないと思うんですよね。このパンで振る分には問題ないと思うんですけど、融通が効きにくいからね、高さとかの融通が効きにくいから、まあ横に行くんやったらいいけど、こういうことができないですからね。うん、それができないから、まあ、そういう使い方をする人はこのねギア問題って向いてないと思うんですけど、あの構造をかっちり決めて撮る人に関して言えば、あのこれが一番いいと思いますね。あの私が心配やったのは構図決めするまでにすごい手間かかるかなと思うんですけど、全然そんなことなかったんですよ。このスリーウェイ運台と変わらんぐらいの手間でいけたので、もう慣れですよね。ただ私2日使って慣れたので、まあ完全に慣れてないんですけど、まあ大体慣れてきたので全然問題ないなと思いましたね。でこのカメラのね取り付ける部分も、まあ、みんな大好きアルカスイス互換になってますので、アルカスイス互換っていうのはアルカスイスっていうメーカーがちゃんとあってね、まあ、老舗メーカーでお高いメーカーがあるんですけど、まあ、そこに合わせて作ってるっていう意味でアルカスイス互換って言うんですね。でまあこれピークデザインのプレートですけど、まあ、こんなんも使えますよね。まあ、皆さんたくさん持ってると思うんですけど、まあ、こういうのも使えるので、まあ、汎用性は高いですね。でちょっとこう下げてみまして、でもうすごいね、使い勝手いいっていうのは、この心配しましたこのレバーをね倒してこうバン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 動くの大丈夫かっていうやつなんですけど、逆に言うたらね、ほぼここだけしか使わなくて、こう被写体を見つけてカメラセットして、こうねカシャンとセットしてさあって足広げた時に、もうカメラちょっとね場所によってはこう傾きますよね。でこの状態で着いたらカメラ持って、もうその場所に向けてこう、この辺やったらパッとつけてこうですね。でこれで決まったら、あとこの横倒すだけなんで、例えばこの水平器を置いたりとか、ライブビューとかでね、水平を出す、こう棒を出してですね。で、これでこう水平を出して、で、あとはもうこの高さをね、もっぺん最後微調整するだけですね。こっちでぐーっと。もうこれだけなんで、あの、スリーウェイ運動と変わらんぐらいのスピードでセットできますし、危ないと思ったことはなかったですね。で、なんかいろいろこう、わさわさしてる時に一回だけこれが外れててガコーンでいきそうになったことあったけど、まあそれぐらいなもんで、あの使い勝手的にはね、これ全然問題ないと思いましたね。逆にこっちの方がしっかりカッチリ取れるから、一回こうすると、例えばこう据え替えてちょっと横行って角度変えたりとかした時に、あの足の位置によってちょっと微妙に高さ変わりますよね。ほんで傾きが出るぐらいから、ほんまにパパッと映ったらそこで傾きをちょっとピキュッと微調整してまだすぐ取ったりできるんで、あのすごいいいですね。だからスリーウェイ運動やったら、そうした時にもっぺんこうこう動かす大きく動いてしまうところがあるから、まあ、それから考えるとこの微調整っていうのはやっぱりすごい使いやすいし、大きくパンしたり大きくティルトしたりする人以外は、あのすごいこう使いやすいね、運動やと思いますね。これでもありですね。めちゃくちゃありやと思います。で私もギア運動これしか持ってないので、他と比べてどうかっていう話ができないんですけど、私がなんでこれを選んだっていう理由は、あの、他の何でしたっけ？マンフロットとか、ベンロとかであるような、この、まあ、言うはこのスリーウェイ運台みたいに棒が長いやつっていうのは避けたんですよね。私がこれ買う目的としたら、その棒が邪魔やっていうのもあったから、このコンパクトさにしたので、で、マンフロットがそれは有名で、よく使ってはる人がおるみたいだから、あの、買ってそっちの方が多分間違いはないんやろうけど、そういうなんか煩わしさとこの出っ張りとかがない方がいいなと思う人は、これを選ぶか、レオフォトを選ぶか、まあ、アルカスイスで15万とか20万とかしますから、まあ、ちょっと、桁外れの話だから、
まあ、両方と選ぶのが一番いいかなと思うんですけど、なんでこれがあかんかええかっていう話ができないかというと、私の前の動画のコメントで、グリースが硬くなるから冬とか使えませんよって言ったコメントがあったんやったかな。ほんで、その中身ってね、その内容っていうのは私もちょっと実感してるところがあって、カワセミ撮ってる時のこのビデオ音台を買ってね、で、これも、まあ、いいやつ買ったらいいんやけど、私いつもこうやって安物買ってしまうんですよね。で、これも中華製で安物なんですけど、こう、そうそうそう、あったかい時期になると、結構柔らかくなって使いやすいんですけど、冬になるとね、めちゃくちゃ硬いんですよ。もうほんまにね、クソでっかいレンズ内でこうやってしても、ビョンって戻るぐらい、めっちゃ硬くなるんですね。グリスのなんかチョイスがいまいちなんかなと思うんですよ。それがまあ中華製だけなんかどうかわかりませんけど、で、どうやらこのメーカーのやつも使ってる人で、冬になったらすごく硬く感じたっていう人がいたみたいだから、もしかしたらね、冬場にそういうことがあるかなっていう感じはしますね。で、今でもちょっとなんとなくですけど、例えばこの、パンするためのこのね、ぬるぬるしますけど、これ多分硬なるやろうなっていうなんか予兆があるんですよ。なんとなくですけど。で、グリスをここになんか湿らしてなんかすると、ちょっとマシになるっていう、記事もあるんですけど、あんまりしすぎるとスカスカになってしまったらね、ガタが来るんで、まあとりあえずこれで1年間使ってみて、春夏秋冬使ってみようかなと思うんですけど、うん、あと雨にかかってどんな風になるかとか、そんなんもね、気になりますし、まあその辺もあると思うんですけど、だからおすすめするとしては、これ私ね、今の段階ではすごくいいし、これが多分、この形として一番安いのはこれなんですよ、今、Amazon で。3万円ぐらいなんで。で、できるんやったらね、まあ、クレームが少なすのはレオフォトの G4 か。できるんやったらあっち行った方がいいかな。で、これでも私は、申し分ないと思うんですけど、クレームが、なんか、そういうね、コメントがあったので、もしかしたらと思ったから、まあ、おすすめするとしたらレオフォトの方ですね。を選んでもらった方が間違いないかな。で、お金がないって人は、これ買ってみてもいいかなと思いますね。うん、今のところ私は、大満足です。逆に言ったら、これでいいって思ってますね。で、もう一つ思ったのは、今、ミラーレス Z50 で使って、ちっちゃいレンズ使ってやってると余計思ったんですけど、すごいなんかバランスがいいんですよね。もうすごいこじんまりしてる。ここもカメラもそうやし、こじんまりしてるから。これね、ミラーレス使う人こそですね、これめちゃくちゃありやなと思いましたね。レンズもちっちゃいですよか。まあ、ニコンの Z のレンズはでかいかもしれんけど、例えば 2470F4 ぐらいのレンズだったら、まあ軽くてちっちゃいですよか。で、Z5 とか Z6 とか。っていう、なんかそういうセットっぽいな感じでね。うん。で、やっぱりね、超望遠とかで、一桁機とかなってくると、多分こっちの方がね、バランスはいいと思うんで、で、こう持てるのがやっぱ大きいですね。こう持てるから安心ですよね。バコンっていかないからね。こうなるからね。うん。だからこう持てるから軸としてね、こうぶりやすいので、使いやすいのはこっちかなと思うんですけど、もうミラーレスでね、この単焦点とか、ちっこいレンズとか、ちっこいズームレンズとかで、据えてね、そそって担いでいってパッと使う人は、これね、めちゃくちゃいいと思います。おすすめですね。超おすすめです。で、今からね、ギア問題を選びたいと思ってて、この形がいいなって思う人は、多分これが一番安いと思いますので、お金がない人は、この GH Pro ってやつですね、を買うか、これの GH Pro 2ってのがあるんですけど、あれはちょっとね、こんな小型になってまして、ちょっとブレがね、出るって言うって書いてあったので、私この塊感にしたんですよね。GH Pro と GH Pro 2ってのがあるんですけど、まあそれはお好みですね。で、いわば出せる人は、レオフォト買った方がいいと思いますので、そっちを買ってもらうか。まあもし行けるのでアルカスイスですけど、まあそうなったら三脚もしっかりしてないし、なかったらあかんし、まあそうですよね。まあそういう選択肢はあんまりないですけど、ギア問題ですね。一つね、選んでみてもらったらいいかなと思います。そんな感じで、今日はね、この辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。